FX 比較、スノーキーのブログの管理人のスノーキーこと小手川幸恵です。この動画では、みんなのバイナリー両立て攻略法検証ということで、えー、以前に、えー、旧ルールでの、えー、みんなのバイナリー攻略法、両立て攻略法についてお話ししました。えー、そちらをですね、今回、あのー、新ルールに変わってから初めて、えー、検証作業をしたいと思います。通用するのかどうかということですね。 はい、えー。画面上に表示されています。注意事項を必ずご確認の上、これから先の動画をご覧ください。この動画は小手川幸恵が個人的に作成したものであり、トレーダーズ証券さんは関係ありません。ということでですね、本日は、えー、月に一度の最重要指標の一つ、米雇用統計です。はい。21時30分に予定されております。でですね、そのみんなのバイナリー、両立て攻略法を軽くおさらいしますと、 はい、えー、みんなのバイナリーというのは、ペイアウト金額は、えー、一律1000円であるということで、はい、上昇と、えー、下落の、えー、両立てをするんですね、両方のチケットを買います。はい、まあこれ、仮の金額なんですけども、実際にまあスタートしてみないと、いくらのチケット金額かというのはわからないんですけども、まあえー、仮で300円としました。はい、でこの2つを合計しますと、えー、600円の投資ということになります。でですね、えー この攻略法というか、まあ、あのトレード手法というのはどちらかに大きく動くだろうと予測できたときに、えー、する、えー、投資ですでですねこの米雇用統計というのは、まあ、非常に大きく動くことが多いので、まあ、上か下かはわからないけれどもどちらかには大きく動くだろうという前提で、まあ、両立ちをします、はい、そしてその600円登場して、えーまあ、どちらかに大きく動いてくれれば えー、ペイアウト1000円が戻ってくるので、えー、600円の投資1000円引く600円で400円の利益となるというわけです、はい、でここから先は実際のみんなのバイナリーの取引画面を見ながら、えー、ポジションを持ちたいと思いますで、えー、こちらがですね、えー、みんなのバイナリーの、えー、リアル口座リアル取引画面のなんですけども ちょっとね、米ドル円で今、両立てしようと思っても、円高方向480円、円安方向510円ということで、これもし両立てしても、あの、損になってしまうので、ちょっと厳しいかなといったとこです。で、ユーロ円の方ですね。はい。ユーロ円の方はですね、420円、百二十円ということで、まあ、 合計すると、まあ、今、また変動したんですけども、850円ですか。なので、えー、もし成功しても150円ということで、ちょっとこちらも厳しいかなといったところで、えー、そしてですね、えー、最後、ポンド園ね。まあ、一番まあ、ね、ま、値動きも、の大きさというか、えー、価格変動が期待されるポンド園なんですけども、こちらでも、えー、両立しても、えー、っと、そうですね、770円ぐらいですかね。 まあ、なので、もし的中しても、えー、230円の利益ということで。うーん、といったとこですね。で、個人的な予想としては、今回ですね、米ドル円に関しては、ちょっと上昇しているので、<laughs> 逆張りの本当は、あの、円高方向、このチケットを買いたいんですけども、ちょっとあの、今回の、えー、動画の趣旨とは、かけ離れたものになってしまうので、えー、今回はすいません、見送りということで。 申し訳ないです。いやー、ここまでね、チケットの価格が高いとは思っていなかったので、えー、少し予想外でした。すいません。検証と言いながら、えー、今回は見送,らす見送らせていただきます。またね、えー、来月とか違った、えー、指標の機会に、えー、試してみたいと思います。すいません。<laughs> すいませんでした。